ギルバートに乗って街を探索しまして、仲間もだいぶ増えましたね。で、あと一人仲間になるキャラクターがいるので、ついにここのハテナハテナハテナっていうところに行こうと思ってます。で、ちょっとねメンバー変えていこうかなと思ってるので、今まで仲間にした人たちがお城に戻っていると思うので、ちょっとお城に戻りましょう。こいつらいたんだった。さあ、いるかな。お、来てるじゃん来てるじゃん、いるいるいる、ジルバちゃん。ピエトロ、もちろん私を連れて行ってくれるわよね。というわけでどうしようかな。押してもダメどんな敵だろうと怖くない、倒しに行くぞピエトロ。あんな寝てたけどもう大丈夫か。レンナさん、いや変わったら行ってくれと。ガーミーさん、無事で何よりだよなんだなんだ、やっぱり俺様の力が必要か。うわー、ナルシャちゃんも一緒がいいぞ。ってわけで、俺様がいると強すぎていいところ揃えちまうもんなさてさて、誰にしようかなと。残りの3人か。あのね、まあせっかくだからね、ちょっとジルバちゃんと白騎士、ちょっとごめんリストラだ君は。あ、ここにいるんだ白騎士拙者も一緒に行く。ちょっと寂しそうごめん行かないわ。もう今の拙者ではダメでござるか、もっと修行しておくでござるとですね、このガミさんにしよう。この複雑な恋模様パーティーにする。ナルシャちゃん一緒だからいいでしょ。ラボちゃんごめんね、ちょっと一回抜けてね。あ、順番こうなるんだ。ガボかわいい、動いてる白騎士、動いてるかわいいって言ったらちょっと動かないでもらっていいかな。ガボごめんねガボー、ごめんごめん。さて、というわけでこのパーティーで行こうかなと思ってます。ちょっとお留守番組もいい感じじゃない、このね白騎士レオナガボっていう。かわいいな、しかしかわいいな。だけどちょっと装備を整えます。さて準備完了。あガモちゃんかわいいな、楽しみだな。行きますか。前に初めて行けるこうところってワクワクしますよねはい、はてなはてなはてな、行くぞ。こんな街があったなんてちょっとも知らなかった。というわけで街です。そりゃそうか、この曲な降ってるな。あ、なんか手に入った。気合いの種か。なんかこう不思議な小僧がいるぞ。あんな、ほら殿さんの持ってるおもちゃが欲しいんや。ええよな、あのおもちゃ。バニューン、ん？バニューン、ボニューンってかっこええよなあれ。ほらもう殿さんになろうかな。何なんだろうか渋いな渋おー渋。この店は品揃えはいいのだがちょっと値段も高いの。侍がいるぞ渋今うちの店はサービス中だ。例えば2000ゴールドのものなら通常価格の3割引きで売るよ。その代わりわしに800ゴールドのお礼をいただくかな。そうだ、お買い得だろふざけんな。
ひどいな。これマークなのかな。渋っ売ってくんないっすね、今回。こっちは？あー、部屋か、普通に。あ、音がする。ガミガミ落ち着くんじゃないか。連れてきてよかったわ。不思議な風景が描かれている。どこの国の風景なのかな？これどこだろう？わからん。あ、美味しそう。美味しそう。とっても大きなペナントだ。そういえばさっき空に上がっていたような。あ、見なきゃね。ペナントになるのか。お父様ったら本当に、本当商売が下手。もっとうまくごまかさないと、悪事がバレちゃうじゃないのね。なんだか土の匂いがする。中に何が入ってるんだろう。ピエトロマジで、これ未知の世界じゃん。うわなんだ、中は空っぽだ。謎だな、部屋これ。鯉のぼりとかあるし。ごめん、後ろ入ってきちゃって大丈夫？同じこと言ってる。だるまと。これ以上いけないか。ちょっと。ピエトロ見せ番しないで。これ何の街って出てこないな。誰か言ってくれる？あ、そう、かわいいてるてる坊主が。あ、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 恋かな？ね。こんな雨の中。ハクソン、そりゃそうだ。ちゃん、風大丈夫か？ちゃん。なんだろう。城下では刀を抜くことを禁ずる。だって怖いんだもん。ウグイス城とな。さてさて、この上はウグイス城っぽいですね。あのじいさん、あれでも偉い人なんだけどさ、印籠を見せるのが趣味なんだ。すぐに外をふらふら歩き回るから、お供してるこっちはヒヤヒヤしちゃってさ。なんだったらじいさんの印籠もう一度見てやってくれよ。ちょっと見てやろうかな。どうぞ、見ろ見ろ見ろ。いいじゃろ、この印籠。うん、うん、うん、うん。ほれ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 。なんじゃ、なぜ頭を下げん。畜生、わしの印籠の威力もまだまだじゃったか。元気だな。いやいやいや、なんじゃなんじゃ、控えおろう。そこへ、そこへ直れ。って言うからさ、あのじいさんに印籠見せてもらってくんない？そうしないと機嫌が悪くなるんだよ。悪いけど僕らに話しかけなくていいから、じいさんの印籠見てやってよ。かわいそうなんか。ほんと？いいな、この、扉開く音いいな。おー、すごいぞ。あ、ここ宿屋なんだね。これピエトロびっくりじゃない？ちょっと怖い顔してる。怖すぎる。こんな、普段ね、ピエトロの世界からすると、不思議だろうな、これ。この街は、大きな飾り物みたいだけど、何かの像の掘りかけなのかな。あ、そういうことね。こっからまたね、完成するってね。なんだかわからんか。大きなペナントだ。僕も一つ欲しいな。すぐそうやって。お土産じゃないよ。お、お、お。これ寝れるんだ。こふぅ。でもガミさんのさ、畳はこっから取ってんのかな？そんなことある？あ、レオナさん連れてくるべきだったか。お、お、お、お。
る、かっこいい。やっぱり銀さんの短歌はいいわ。こんなあの入れ墨、あのポーズ、うん、しびれる。あれちょっとこれ奥いけない、いけたいけた。どうでどうでこの入れ墨、悪者が顔負けできねえお天道様に堂々と向かうひまわり様でい。かわいいな、ひまわりかよ。あ、よ、なになに、お天道様に顔向けできぬ悪者がこのひまわり様に顔向けられるかってんだ。キャー、銀さん素敵。なんか後ろにいる、嫌いな、回りにくい。非常に狭い。かわいい、これ癒しの果実、ブルーゴールド。いいよな銀さん、俺もあんな風にかっこよく短歌切ってみて。俺もなんか入れ墨を掘ってみようかな。よいしょよいしょ。狭い狭いです、すごく非常に狭いここ。おい坊主、この橋渡るべからずと橋のたもとに書いてあったから真ん中を渡っているのです。橋と漢字で書けないから私に意地悪されるのです。はっはっは。うむ、ひらめいた。ポク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 チー。今日のおかずは三万にしよう。枯れてきたわ、お前のせいで。橋は漢字で書けよう。いけないけだ。カエルは何故水に飛び込む、そこに残るのは静けさとポチャンという水の音のみ。あ、寝ちゃった。カエルが気になるね。いや、熟考すると寝る癖がついてしまってな。なんかこういうじいさん落ち着くわ、変わらないわ。ちょっと街の雰囲気違うけど。どこも同じなじいさんいるな。ここはなんだ、火の国に伝わる伝統の武器防具、創業232年の信頼と実績、トンビア。うん、火の国、この火の国だそうです。火の国の武器防具は伝統に引き継がれてきたものなんじゃ。いいな、いいな、ドア開ける音すごい好きだわ。おー、なんかあれみたいじゃない。あ、嘘嘘では、タイガーデパートじゃなくて、トンクー総会、なんだっけ、なんか、そう、なんだっけ、忘れちゃった名前。そう、違うし、なんか。チンピン、キヒ、なんでもござれ。トンビアは火の国の名物商店なんでさ。で、俺たちコマーシャル役なんだよ。そうなんだ。やはり買い物はトンビアに限るの。立派。ああ、この辺は普通か。梅茶漬け、火の国特製のちょっと酸っぱい食べ物、お腹に優しく食べれば元気回復。絹ごし豆腐、豆を原料にして固めたヘルシーフード、子供も大人も食べやすく栄養満点。5個ずつか。イカ飯、あ、これ持ってるな。焼き上げたイカの中にほかほかご飯、甘辛のタレがとっても美味しい。5個ぐらいにしとくか。もう1個だけ？それはいけないのね。同じ絵だ。やっぱ似てるよね、これトンクーの、道具や構造が。ちょっとそれ待った。馬がこう来るから玉玉、もう一つ前の手も待ったしていい。ダメ、やっぱり。あ、将棋か、私わかんないんだよね。
50秒、6、7、8、9、指してください。どちらも名人級の方なので対局に時間がかかっちゃって、わからん、わかんねえ、ごめん。おじいちゃんいい感じだな、いそうだな、ほんとに。おお、妖精の弓、そう、高ー。しかも何の木これ、作られた神に捧げるための弓、神の住む天空にまで矢が飛ぶという、ほんとに、いやむしろレオナさんが天空まで行っちゃうからな。男、柳、風にそよぐがごとくしなやかな刃の剣、刀の一種でかなりの切れ味持つ。え、かっこいい顔。草薙、火の国の昔を作った巫女が使った剣、8つの頭を持つ巨大な蛇の尾から出た。おー、かっこいい。斬鉄、鉄をも切り裂く切れ味を持つ刀、一撃必殺の攻撃を見せることも、あ、やっぱ促進もできるやつだ。男、高っ、結構値段するね。精霊の力が封じ込められた杖、魔法の効果が上がる。分かっとこ、聖なる杖の上がるか、下がるな。買っとこ、抜群に上がるって言ってるけど、って感じだね。で、あ、白騎士か、この辺。カイザーブレード、偉大な過去の皇帝に贈られた幻の剣、特筆した威力を持つと言われている。高っ。まあでもお金は使い果たすつもりだから、ここでいいか。エクスカリバーだ、伝説の騎士だけが持つことができる剣、何者にも負けない力と一生持つ。かっこいい、かっこいいな。で、水流の腕は、水の中に住む竜の彫刻がされた指、腕は火の国の達人が作ったものと言われる。腕輪か、これ誰も装備できないのか。2個ぐらいいる。あ、ジルバちゃん、銀の髪飾り、銀に彫刻を施したアクセサリー、いろいろな力がアップする。確かにすごい、いろいろな力がアップしてる。いいね。疾風の靴、あ、これ全員分だ。ガミさんとピエトロ、ジルバちゃんは、そうだ、ジルバちゃんはあの仲間にした時にお母さんのやつなのかな、赤い靴っていうのを装備して仲間に入るので、そっちの方が強いみたいですね。風のように素早く行動できる靴、誰の足にもぴったりフィット。あー、どこ、あー、お金なくなる。いや、いいんだけど、いいんだけど、準備しよう。靴系か、あるね。ナウシャちゃん、疾風か、長靴。ジルバちゃん用、あれ誰用の買った、私さっき靴じゃなくてこれ、あ、これかつけよう。うん、これで良いかな。感じにお金がなくなってくれて嬉しい。あとアイテム爆買いしてなくなるかな。あ、いいね、これいいね、いいね。あれ、いやー、蚊取り線香かわいい、いろいろかわいいな。雲の上に山が出ている、この国にはそんなに高い山があるんだ。なんかちょっと寝てるやつが気になるけど。あ、お土産お土産、僕と火の国で剣士たちが練習用に使うもの、重くてかっこいいが実践には使えない。やった、イエーイ、風神雷神、これは嬉しい。火の国の伝統工芸として作られている風の神と雷の神、かっこいい。やっこだこ、火の国での子供たちの遊び道具、風に乗せて遠くまで飛ばして遊ぶ、嬉しい。来た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 、お土産よかったね、ピエトロ。これ絶対欲しいでしょ。ピエトロ、ここ来たらお土産欲しいよな。しかもバネ。
あ、種とかそういや使わなきゃ。あ、触ったら崩れそう。なんだろうこれ、不思議なものがたくさんあるな。おお、この墨使いといい、構図の取り方といい、素晴らしい出来ですな。この絵なら鑑定に出してもいい金額が出るんでしょうな。あ、でもすごい良さそう。後ろにある植物の絵だ。後ろ？とても上手だな。あ？後ろ？後ろ、あ、この後ろ、あ、この辺のことか。これは？あ、これもそうだ。竹か。悪者にぶつけて退治するんだぜ。どうで？かっこいいだろう。と、あ、ダメダメ、投げたお金拾ってかないでよ、俺のだからね。見えたら、あー、小銭小銭って小銭。よく考えるとさ、なんでお金を投げるんだろう。石でもなんでもいいよな。本当だよ。また拾うんだろう、お前それを。謎だな。音がいいな。運の種。すごいいっぱい。今にも崩れそう。大丈夫なのかな。いつもいつもこき使いやがって。夜の俺は悪人も恐れる。その名もお仕置き仮面なんだぞ。は、僕今の話内緒だよ。なになに、ブツ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 。なんかいろいろ元ネタあるんだろうけど全然わかんないんだよね。なんか昔のあれ、なんかほら、あなた早く掃除を終わらせてくださいな。次は買い物に行くんですから。お一人様一匹限りの恋、あの人も連れて買ってこなきゃ。あー、そんなに欲しいんだ。向こうの底がまだ汚れております。ほら、きちんと拭いてください。まったくもうヒルアンドンなんだから。すごい、刀がかっこいい、飾ってあるやつ。もう絶対さ、みんな布団引きっぱなのね。あ、トカゲの尻尾、こんなところで。ここは殿の許可がなければ通すことはできん。早く立ち去れ。そうなの？あ、いけない。船に乗りたい方はこちらで受けたまわり候。ないわ。あ、いけないわ、これじゃ。まだいけないっぽいですね。さあ、ちょっとあの裏っぽいとこに行こう。どれかな。ちょっとこっから降りて。行きますね。おお。なんかいるぞ。ゲコ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 。この鳴き声はあれでしょ、なんか田舎の夜にさ、ずっと鳴いてるカエル、こういう感じ。あ、あ、あ、カエルが逃げちゃったよ。カエル踏まないでね、潰れたら大変だから。えぐいな。えぐいこと言わないでくれ。あー、クモの巣が。また行く。あ、踏んじゃった。くー、魚釣ったけど重くて大変。重お手伝いしましょうか。可愛い魚ですね。僕がもらいます。お、やってるやってる。なかなか釣れませんね。今日の食材にぴったりの鯉なんですけどね。いけません。食べるんだ。
の餌がいけないですね。ちょっと変えてみれば釣れるかもしれませんね。すごい色が金だ。いっぱいいる？ニッキーいる？行っちゃった。美味しそうな魚が釣れたら城に持ってくるでおじゃる。ウグイス城との。あ、いる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 。ちょいちょいいるんだ魚。あれ？違うやつが来た。あ、いる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 。結構いるな。手伝ってあげたい。ごめんね、ちょっとスルーしてっけど。ボロ。さてさて、ではでは、じゃあ次、この先はね、多分お城だと思うんですよ。だって怖いんだもんって言ってる。なのに、会いに行きましょう。